生さん。いいや、この場呼んじゃう。はい、いいね。どう最近性欲は。性欲はなんですけど、うん、収まってきたかね。あのそうですね、まあぼちぼち僕も30超えてきたので、うん、収まるかなと思ってたんですけど、うん、無理っすね。あの今までは目に見えるものが全て卑猥に見えてたんですけど、うん、最近は、ね、あの日常にこう潜んでる音が、うん、あのエロっぽく聞こえるというか、後ろエロなんだろうなっていうのが、電車が汽笛を鳴らしてあのパーンって音を鳴らすと、あるね。そう、あのパーンって音が、うん、女性のアーンに聞こえるっていう。それは聞こえ、嘘、本当に？何が、いや聞こえるはずなんです。いやあれはでもファーじゃない？ファーとかでしょ。そのちょっとよくわからないと思うんですね。あの今回実際ゆうせいさんにその音を録音してきてもらいました。はい。こちらです。いやゆうせいよ。いやこれはもう電車の汽笛の音だよ。耳鼻科行った方がいいな。他にもあんの？他にもそうですね、まあいろいろあります。結構、はい、あのゆうせいさんに他にもいろいろエロっぽく聞こえるっていう音を集めてきてもらいました。はい、うん、あの今から音を流していきますので、はい、ゆうせいさんにはこう聞こえているんじゃないかというのを、はい、オードリーさんお二人に当てていただきたいと思います。はい、あ、はい、はいはい、キャッチの冒頭で流れる音なんですね。じゃあその音されてんの、ね、こちらです。まさにこれもうキャッチといえばだよね。これこれ CM の前の音とかね。お聞きになったことあります？あるあるある。あ、うん、もちろん、はい、もう一回聞かせてもらっていいですか、うん、ちょっとキャッチ。興奮してきた。興奮してきた。やっぱりゆうせい、ちょっと、はい、4割ほど来てます、ね。うん、そうだよね。書き方を選ぶぞ。あ、お二人とも浮かんではいるっていう状態ですか？いやそりゃそうなんだけど、まあ、だからゆうせいの脳で考えたらこうやっぱストレートだったし。じゃあ若林さんの答えまずお願いします。まあ、大丈夫だと思うんだけど。いやどこがこれ大丈夫かなこれ。近いちゃ近いっすね。近いでしょ。近いですね。いやそうだよな。でもそういうことよ。いわゆるその男女の営み、うん、うん、をだからのやっぱ瞬間の声だから、そのやっぱりね起承転結のそのケツの瞬間の声。ああなるほど。うん。何笑ってんだおい。ケツでね。なんだ。何正解じゃない。正解お願いします。うん。女性の興奮した時の、うん、えケツの声なんです。何言ってんだよ。エッチの声。何を言ってんのこの人は。何なの。うん、電波つかないでくれ。貴重な電波をさ。うん、妹の。独居房じゃないよねそこ。ないじゃ正解ってこと、はい、我々は。うん、まあ正解にしときますか。あとですね、うん、何よりも好きなのが、うん、ボンダさんがこの番組の時、うん、キャッチの番組の時に、はいはいはい、キャッチですって言うんですけど、それは言うだろタイトルだからね。純粋にエッチですに聞こえます。どういうことですか。怖い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 。おかしくなっちゃってる。鼓膜が。エッチです。鼓膜から脳への回路がおかしくなる。そうね。もう、キャッチ見るなよ。そうですね。ちょっと俺たちもそれは確認するけど、ね、本田さんに後ほどね。やめてください。やめてください。